さあいよいよこの後、はい、今日ラウンド7のベスト16追走トーナメント始まってまいります。はい、まあ、午前中は単走でというところでいろいろ波乱もありましたけれども、ここからは2台追走での走りでこの優勝が決まってくるということになりますけれども、ついていきますよ。さあ綺麗に入ってきた、綺麗に入ってきた。いやもう煙がもう見えない、見えないよ、見えない、煙とも入っちゃった。あれはもうずっと見えない。そして後ろからそば切りが、さあ飛び込んでくる、思いっきり角度つけた。さあ森田ペイロー、ワンとはないぞ。それに対してそば切りは、先行良かったですね。はい、先行良かったです。先行すごく良かったですよね。森選手のドスの得点95、ちょっと伸びなかった。そば切り高台はですから、それに対して92、後追いポイント 4.5、96.5 対95、はい、合計得点でもこれはぶっちぎりという状態でベスト8進出はそば切り高台です。いやー、松山がどんどん走り、吉田が追いついてくれ。近い、さあ近いところ入った、綺麗に入っている。さあ、ポイント1番2番いきますが、後追いとしてはポイント取れたでしょう。これはちょっといい位置にいました、松山北斗。この後そして白いマシン S15、 力が入った中、田中慎二がちょっと離れた、少しちょっと戻ったところもあったが、いやこの辺りは入れない、ついていけない。ものすごい煙、松山北斗の煙が返ってきた。 1.5 の差をつきまして、ベスト8進出松山北斗。ぐーんとくる、ぐーんとくる。さあちょっと離れたか、ちょっと離れたか。さあこの辺りは北岡がちょっといいぞ、いい、伊藤が小さいぞ、伊藤がちょっと戻る、伊藤が追っかけモード、伊藤がちょっと流された。前見えなかったですね。はい、さあどうくる、近いところに来る、近いぞ。さあ見て、同じで振ってくる、同じで振ってくる、いいラインに来てる北岡。さあ走りしただけに、尾藤選手先行の走り97、そしてマイナス2のゾーン減点があります、はい、そして北岡雄介選手はドスの得点95、後追いポイント6、101対95、合計でこっちも取りまして、圧倒的ベスト8進出、北岡雄介です。お大きなリード、ベース1号追いマシンは末永雅夫、近いところにいる。さあ、同じようにいい角度に振っている、ここだ、末永雅夫ついていけるか、そしてここからも速いぞ、この辺りは速い。宇治の悪くはないし、宇治の秀幸わ、近い、近いところ、ぐーんと来た。さあ宇治のが近いところに入っている、入っている。さあここは合わせてきた、ここは近いではちょっと離したけれども、それでも最後までしっかりとついていった宇治の秀幸。末永雅夫ドスの得点98、そんなに引かれていなかった。さあそして宇治の秀幸ドスの得点95、むしろ後追いポイント4、99対98、これでは逆転できない、勝負あり、勝ったのは末永雅夫だ。まずは川端が来る、そしてそれについてくる上岡、次のゾーンだ、まずはゾーンを外した、そしてインサーからの気持ちいいね。煙の中、煙の中、ものすごい濃い煙の中に上岡がついてった。後追いを川端がさらに見てくるのか、いや先行で思い切って上岡が飛び込んでくるのか、どうなる、どうなる、まだこれ怖いぞ、上尾が思いっきり来る、角度つけて外してくる、そしてそれに対して合わせて回っている、ちょっとコースアウト、上尾勝博、これを前をずっと見てしっかり走り切った川端雅人、はい、そこすごいところですね、はい、合わせましたよね、はい、上尾勝博先行97というところ、あ、やはりゾーン減点入ってます、入ってます、コースアウト減点も入ってマイナス3で94、そして川端雅人ドスの得点97、遠いポイント 3.5、 100.5 対94、日本とも取りました、ベスト8進出川端雅人。おー来た、それに対してメクはどこまで近づける、ちょっと離れたか、さあどうだ、入ってきた、入ってきた、斉藤大吾、あ、インが小さいところからちょっと持ってこようというメクワが突き抜け系、メクワが逆にコースアウト、突き抜け系ラインできちゃった。
さあ、三重が行く。やっぱり近いところにいる。近いところにいる。さあ、斉藤大吾、もう入っている。近いところ入っている。三重がいいところ。三重がいいところ。でも斉藤大吾入ってった。見えない中。ついてった。2本目、メイクはやっぱり良かったんですね。ですよね。ドスの得点、メイクは99。斉藤大吾、ドスの得点95。そしてあと1ポイント 4.5。99.5 対99。ここも斉藤大吾が持ってって、勝負あり。ベスト8進出、斉藤大吾。この秋葉の走りどこまで飛び込める。いいところにいる。 いいところにいる。さあ、ここからだ。さあ、そしてここからだ。さあ、秋葉の上がる。ちょっと寄れないか。いいところにはいたんだけれども、後半寄り切れない。力思いっきりいくしかない。さあ、先行での上の後ろから秋葉がどうだ。近いところに入っていくか。寄っていく、寄っていく。いや、うまく寄ってった、うまく寄ってった。さあ、グリ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 。いや、ここは寄ったぞ。先行上野選手、ドスの得点97。そしてどうやらマイナス2点の減点が入っている。さあ、そして秋葉流星、ドスの得点低い93。あと1ポイント4でも97対95ということは逆転だ。ということで勝負あり。ベスト8進出、秋葉流星。いいんじゃないか。 S13V82。 さあ、どうだ。グーッとついていくが、どうでしょうか。ここまではなんとかいった。でももうダメだ。さあ、すごいすごいすごい。いや、なんとかなんとか。それでもごまかしながら、ごまかしながらよく持ってった松井裕樹。完全なるビタビタを、完全なるビタビタを見せていく。前がふらついているが、それに対して合わせている。入っている、入っている。すごいところにいる。すごいところにへばりついた。くっついた。完全にくっついた。松井選手先行、ドスの得点95。マイナス5点というところでのどっか戻りかな。これちょっと入っております。さらには中村直樹選手が、いや、あと1ポイント10だ。もう辛い状況の中、ドスの得点は伸びておりませんが、後追いポイント10、103対90というところで、いやー、ベスト8進出、中村直樹。松山が食いついていけるかどうか。いやー、両者いい振りできた。すごい煙、松山の煙とそば切りの煙で何にも見えない。どれだけどれだけ食いつけていけるか。さあ、どうだ。松山もいい形で飛び込んでくる。さあ、そば切りがいく、近いところ。さあ、見えない中いった。また2台見えないのにいった。松山奥と99。そば切り交代とその得点96。あと1ポイント7ということで103対99。ということは勝負あり、逆転。ベスト進出、そば切り交代。それに対して青いマシン、末永はそう近いところにいる。あー、どうにもいい振りだ、いい振りだ。末永はそういいところにいる。さあ、ここから入れるか、もう一度上げるか。さあ、近いところにいる、近いところにいる。出た出た。さあ、いい走り、いい後追い。その得点を伸ばしていきたいところ、近いところにいる。さあ、北岡、いい位置にはいる、いい位置にはいる。さあ、いる、寄ってはいる、寄ってる、寄ってる、寄ってる。さあ、北岡、ここは寄り切ったぞ。どうだ、どうだ。末永正雄、ドス行きました。99。ゾーンは引かれてません。引かれてない。しかし、北岡選手、ドスの得点95。あと1ポイント 9.5。104.5 対99、5.5 取ったということはギリギリ。わ、すごい。逆転 0.5 差。ギリや。ベスト進出、北岡雄介。川端さん、先行は遠い斉藤大吾。さあ、こうなった時の川端はもちろんスイッチが入るはず。ゾクゾクする。さあ、いけるか。斉藤大吾、近いところにいる。いやー、行ってくる、いいところ。いやー、それでも逃げる川端。どうだ、斉藤大吾も入る、斉藤大吾も入る。ものすごいスピードの中。もうね、これね、ドリフトというよりもスピード勝負だよね。さあ、まず斉藤大吾を見せた。今度は川端正人が、さあ、どうだ。一番速いと言われている斉藤大吾に、お
近い近いか近いかどうだ、斉藤大吾が壊れた、斉藤大吾トラブル、なんだよなんで、何それ、うわなんで表紙抜け、今のは斉藤大吾選手もちろん0点ということになってしまいますので、勝負あり決定ということになります。ベスト4進出、川端雅人です。今の時代を作り上げてきた中村直樹に対してどんな走りを見せるか、さあ来るぞ来るぞ、とっと、あーこれはダメだこれはダメだ、秋葉流星何かちゃんとスタートができないまんま、これはダメになってしまった、この1本目でもこれ多分行きになってしまう、何何どうしたんです か、いや多分秋葉流星ね、何かスタートを失敗したかもしくはフライングしたか分かりませんけども、やめちゃったんですよね。貝本さん、はい、よろしいですか。はい、まあそのままこれ秋葉流星選手が単純に何を考えてるか分かんないですが、やめたというだけですよね。そうですね、はい、だけどだからそれは普通に行きなんで、そのままドスの得点で生かしたというだけですよね。そうですね、はい、まあ、ドス得点も、はい、まあ、1セク2セクとかがっつりと点数的には下がってますし、はいはい、ですよね、はい、まあ、判断のしようがなかったですね。まず分かります分かります、状況が分からなかった、ね、でもだから判断のしようが、できないからこそどんな状況でも行かなきゃいけないってなってるじゃないですか。そうですそうですそうです、ですよね、はい、後ろ系になっちゃう、ね、そうですね、ところがね、残念ではあるんですが、さあ今両者がスタートしていく、さあ今度は先行中村直樹、それに対して後入れ秋葉流星、さあどうだ、気を取り直して秋葉流星がぐんと近いところに行ける、どうだ寄せてってギリギリのところ、秋葉流星スピン、ここはもうこうなると1本目の走りからちょっと集中力を欠いたかということになるかもしれません。出ました、ドスの得点、中村直樹98、そして秋葉流星85、あと1ポイント 4.5 というところ、まあ1本目も2本目もこれで中村直樹というところでベスト4進出、中村直樹に決定ということになりました。エンジン音が鳴らってスタートしていこうというところ、今動き出した、まずはインフィニティ、そば切り前、後ろから北岡雄介、ぐーっと北岡がある、北岡がぐらい近いところ、ものすごい振りで入ってくる、ここからはどうだ、ここからは煙、そば切りの恋、この芝タイヤの煙、どんな後追いを見せつけるのか、今動き出した、さあ北岡が行く、それに対して東大ユフィリティ、そばげについていく、振り出し、振り出し、綺麗な振り出し、うまい寄せ方を見せた、来た、インガーからうまい寄せ方を見せた、スーッと入ってった、ドスの得点99、ほらいいね、そばげり広大、でもドスの得点96、遠いポイント 7.5、 103.5 対99ということはもちろん取った、決勝進出、サバギリ広大、もうこの今回のラウンド7の気持ちのクライマックスか、さあこれがどういうことになってくるか、今来る、まずは川端の後ろから中村直樹、さあ中村直樹もいい、入ってくる、入ってくる、さあ中村が行く、川端もいい、川端もいい走りに対して、そこに中村直樹入ってきた、かっこいい川端選手の進入みたいな、今見ましたね、これ両者めちゃいい走り、大変な情報入ってきましたよ、僕らのマイクに耳にすごく言いにくいんですけど、はい、今の対戦、はい、ドスエラーです、うわ喧嘩売ってんのかマジっすか、代弁してあげます、いや本当にそうですね、これ再走行ってことになります、いよいよまた時間を空けてやり直し再走ということになりました。この1本目川端先行、後追い中村直樹、
またすごい走り先行で来る。それに対してついてくる仲間の直樹ということになるかどうか。さあ来ている、あギリギリと近いところにいる、近いところに入っている、またいい振りだ川端、それに対して入っていった、いやー戻った、飛び出た、完全にミスしてしまった中村直樹。どうしてあのミスが出たの。ほらこれで決定ということになると思います。今どうするのかというところが、タイヤ変えたら OK ですわっていう顔ですよね、あれはね、うん、おそらく。でも他に何も見てないですね。見てないですね、つけちゃえ、交換しちゃいましたけどね。これは誰が説明してくれるんですかね。いやこれ心配にしてもらいますけど、してもらいましょう。違う部分で審議員が動いていた。説明してもらいましょうよ。今これ向かってますけども、どうや誰もわからない状況でやってるんだもん。いや決着はついてますよ。はい、何何、選手もわかってないの。ただ結果は、運営側から結果は出ている、結果は出てい る, ついている、なのに選手にはそれが伝わっておらず、はい、選手は走る気満々、そういうことでございます、はい、ね、このタイミングで非常に、申し上げにくいんですけども、はい、はい、そうです、はい、修復時間、双方に与えまして、はい、時間カウントを行っておったんですけども、うん、両者タイムアップということで、はい、両者、はい、両者ってどういうことですか。両者、はい、それはもう競技場の方から降りてきてることなんで、両者タイムアップということで、1本目の結果をもって、勝敗決定とさせていただきます。あ、なるほど、勝ち上がるのは決めなきゃいけないから、どちらも、はい、そういうことでございます。ということはそれで使えるのが1本目しかないんで、はい、これをもってこの1本目の結果で数値で決定と、はい、いうことはもうこれ 今2台行きましたけども走りはないということですね。そうですね、スタート地点のスタッフの方に伝わる前に、はい、競技場の方からこちらへ、そういう最低が下ってきました。なるほど、結果だけは発表しておきますが、このセミファイナル2組目の対戦は今の走りをもって終了。勝ったのは川端雅人ということになります。決勝進出は川端雅人ということになりました。さあいよいよファイナルです。このラウンド7勝つのはどっちだ。まずはスマギリ先行、あと追い川端雅人、さあ来る、まずは赤いマシンスマギリ、いやー川端が近い、川端がいいところ、いいところ入っている、すごいところにいる、すごいところにいる、川端が でかくぶつけた。うわー、その後のクラッシュ。さあまずはそば切り高台、ドゾの得点95、マイナス5がされて90になっています。そして川端雅人、ドゾの得点93、低いところ。そしてど、アドイポイントは 8.5、 90対101.5 というところで、さあというところでどうやら川端選手も治ったんですね。今ね、もう入れ替えいけますね。いやというところで入れ替えの2本目ということになります。何か川端選手の方に影響がなければいいんですが、もちろんこれもまだ分かりません。何かもしかタイヤを打っていれば、その影響、走りに影響があるということになると、もちろんまだ分かりませんが、大きな差はついています。 11.5 ついた差の中で川端が来る。そしてそば切り最後の飛び込み、もうこれを見せていきたい。川端に対して誰が入っていくしかない。取り切れていない、離れたか、離れたか。最後ちゃんと連発しましたね。 T1 グランプリシリーズラウンド7、オートポリス優勝、川端雅人、本当におめでとうございます。川端雅人選手、はい、ありがとうございます。いやー、なんか帰ってきましたね。いや、まあ途中でね、はい、後追いせずに勝ち上がってきてたので、はい、ちゃんと追走したいなっていう気持ちもあったんですけど、うん、はい、それよりも今は結果が欲しい状況だったので、うん、はいはい、そういうのも含めて勝負だと思って、はい、そうですよね、はい、決勝戦は全力で、はい、そうだと思います、走ることができました、はい、